山中つねは、日本の江戸時代の昭夜。出雲国の戦国武将山中康生の夜写語。山中つねの長男、母は、不詳、全名は、新兵と言い,い、通称は、草津吉和やいよいよ江門と称した。または、山中信頼とも名乗った。墓所は、広島市西区の改造寺境内墓地にあり、法号は、尺常夢真寺。山中康生の娘である。 やえ姫の彦である。漢文六年八月、父の山中恒久が隠居したため、家督を相続することとなり、草津吉和屋いよいよ江門を称し、酒造業を継承した。しかし、遠方六年に三時、朝の師範が、草津村の吉和屋の屋敷内に御茶屋敷を設置したことにより、吉和屋は、屋敷内にて、酒造業を行うことができず廃業に追い込まれた。そのために、 常夢は状況を4年に、草津村から五日市海老塩浜へ今日構えることとなり、五日市海老塩浜の庄屋などの役職を務め、塩田を開発し、塩浜経営に専念し有力な浜主になった。常夢以降の歴代の吉和屋の当主は、吉和屋いよいよ江門の通称を継承し、塩浜経営を行ったが、江戸後期に入ると、塩田不況により、 有力な浜主も塩浜をやむなく手放さざるを得なくなり、海老塩浜の塩浜も衰退していき、天保年間には、吉和屋は塩田不況の影響により塩浜経営に失敗し、多額の借金を背負ったために没落への道をたどることになった。ありがとうございます。